公弁、サイジャリン総合記サイジャリンとは、鎌倉時代初期の権略2年、ケゴン中高の祖と言われる、妙衛承認公弁が、法年が先日した、選択本願念仏宗に対し、それを邪権であるとして反駁するために著述した、仏教書。全3巻。署名は、ジャリンを砕くの意。原文は漢文。ケゴン中高の祖と言われる公弁は、紀の国で、 平重国の子として生まれ、病絵商人の名で知られる。文治四年、城郭を主として出家し、東大寺会談で受会した公弁は、県営元年、後鳥羽上皇の院前により、京都北高の都賀能に、鉱山寺を開いた。彼は、仏だの説いた戒律を重んじることこそ、その精神を受け継ぐものであると主張し、生涯にわたり、戒律の語辞と不清みをもって実践したト生製で、 ある。最邪輪の正式な表記は、お一行先修修選択修中最邪輪。法年が、選択本願念仏修にて唱えた教説、すなわち正名念仏こそが、浄土王上の制御であり、もっぱら念仏を唱えることによって救われるとする、先修念仏に対し、公弁は、大乗仏教における発防大臣が欠けているとして、激しく、これを非難している。 母大神はこれ所前の根本、万行の御徳首なり、仏道の趣旨なり、再蛇林より、憲法著作、妙絵少人像公弁が、山中の松林の木の絵で座禅を組む姿を、弟子の縁日望状人が筆写したものと言われる。公弁が、再蛇林を表したのは、建略2年11月23日のことであり、浄土宗の海祖法年が没した直後であった。当初弁は、 最蛇輪女に述べるように法年に対しては、深く、行心を懐いており、浄土門の京都について、聞くところの主術の邪犬は、在家の男女と商人の孔妙を借りて妄説するところと考えて、法年に対しては批判するつもりはなく。それゆえ、法年の先日した選択本願念仏衆に対しても、商人の名赦を礼詞うることを喜んだが、実際に選択衆を、 引きかし、その内容を知るに及んで、念仏門との、主々の弱権は皆これかけより起こると考えるようになり、その協議を批判する立場を取るようになった。九条金真の求めに応じて占術された選択集は、皆の本難たる、念仏のゆえんを明らかにし、先週念仏普及の理論的著作となったが、その中に、母大心を廃止、また、浄土門以外の宗派を、 小道門と称して、軍属に例えることがあった。公弁は、特に、1、菩提神を罰殺する過失。2、小道門をもって、軍属悪獣に例え振る過失の2点について、法年の二大過失として厳しく批判し、これを含めた13の過失を掲げて、選択肢を批判した。この中で、小道門を、軍属と例えるのは、全道の、官業書における、 三神尺のうちエコー発願神尺において示される二項白道の例えの中に出てくる語である。ただし、法念はエコー発願神の解釈を全道の解釈に委ねており、選択肢では自らの解釈を述べていない。このことから法念は小道門を直ちに軍属とするものではないとの見方も可能であるが、公弁は法念の解釈を軍属に例えたものとして批判した。 この書論には、神弁の全道観が大きく作用しており、神弁は、全道の注釈は、一切主張の、あらゆる帰婚を対象にしたものではなく、一類の凡夫を導くためのものであり、それは、菩薩や諸士があらゆる機械に教えを説く方法と同様であって、節字の対象の異なる、書士間の解釈の是非を論じたものではないとし、選択肢の内容は、証券と発見の区別や、 諸法の存在意義などを考慮しない仏教からの逸脱であるとして批判した。より本質的には前傾したように孔弁は、菩提神は仏道を求める根本であるとしており、本書の大部分は菩提神の扱い方の不適切さに対する非難に当てられている。菩提神とは、菩提を得ようと思考実践する心を意味しており、仏道修行を志す者は全てまずはじめに、 菩提心を発さなければならない。菩提心を発することにより、人は菩提を求めて、仏道修行の道を歩むことができるのであり、それを否定することは、仏教者としての自身のあり方を否定することに、他ならない。しかるに、選択集で菩提心が、否定、センスでされている。孔弁は、浄土家においても、初菩提心が基本とされていることを指摘した上で、大乗仏教の基本であり、 法務が平等の義に立つ菩提心を否定し、これに変えて、非精神、人神、栄光発願心の三心を浄土王朝の行であると、特法年の書論は、結局のところ、大乗仏教そのものの否定につながる大過失であると特。公弁にとって、浄土教の言う人と、華厳行で特に交渉される菩提心とは全く異なるものであり、法念の菩提心否定は、 大乗仏教の根本理念から逸脱し、聖清史二文根流の本史に反するだけでなく、全道の念仏思想の本義にも違敗するものであった。かくして、本書は、先週念仏に対する、小道門側の最初の協議的批判書となった。最蛇林に先立つ研究二年には、奈良幸福寺の首都が、先週念仏の禁止を求めて朝廷に対し、幸福寺奏状を提出しているが、これはもっぱら。 法然と浄土教に対する社会的現象面からの批判に過ぎなかったのである。なお、本書館等には法然に自作の文が少ないという風文のあることを指摘している。また、奥書きには、好命をこむり慎重すると記されているが、この好命とは言葉上項の命令ではなかったかという説がある。翌検略三年六月十二日には、 サイジャリン総言記一巻を著述し、さらに三点の論難を追加し、法年の十六過失として掲げて、サイジャリンにおける自らの論旨を補足した。本書に対しては、法年の門徒や門流からの反論も数種、現れている。そのうち、両への、タスク選択正論、道義「新しいタスク選択法音集はいずれも、浄土集前書第八巻に収載されている。また、 藤場都市によれば、新蘭の協業新章は、サイジャ蛇林の法年批判に対して書かれたものであるという。写本には、忍野寺本、高野山大学図書館本などがある。漢本には、ルフハンポ本ンとして、官営三年のサイジャ蛇林総言記、また、官営年間とされる、古活字本がある。活字本としては、などに収載されている。ありがとうございます。